はい、今回ご紹介させていただくのは、国産ピアレスよりメープル材を用いたモデルですね。PUKC-FM。PT をご紹介させていただきます。ピアレスはですね、一般的なソプラノサイズとコンサートサイズの中間ぐらいの、ボディのサイズ感になっているんですが、まあ、一応立ち位置としては気持ち小ぶりなコンサートサイズという立ち位置なので、まあ、ボディサイズが抱えやすいっていうのと、まあ、コンサートサイズながらもポコポコした感じのニュアンスが結構出るラインナップになっていますね。でこちらのモデルはですね、メイプル材を、ボディに用いておりますね。まあ、メイプル材なのでこういうナチュラルカラーの木の木目になっていますが、ピアレスはマホガニー材とかハワイアンコア材とか、まあ、他にいろんな材質を使ったモデルがあったりとか、あとはこのメイプル材を用いてカラーリングしたモデルとかも結構いろいろあるんですよね。こちらはですね、カラーリングもせず、まあ、メイプル材の木の色合いをそのまま生かしたレギュラーモデルとなってますね。まあ、個体にもよりますけれども、結構こう、まあ、メイプル材の独特な木目がですね、非常に美しく出てくれていますね。なかなかピアレスに使う材質も結構こう美しいものが多いので、ナチュラルカラー系が好きな方には結構たまらないそんなモデルになっておりますね。でこちらロゼッタには、まあ、白蝶貝とか天然石とかですね、まあ、そういう、まあ、美しい装飾で、あしらっておりますね。でこちらヘッドの付け板にも美しい、メイプル材をですね、用いておりまして、こちら、ピアレスのロゴになっております。このヘッドのこの角の部分もですね、なかなか独特な形になっていまして、で搭載のペグは5等製 UPT ですね。スムーズなチューニングが可能ですね。でシバンとブリッジはエボニー材となっておりますね。でこのシバン状のポジションマークもですね、白蝶貝でちょっと大きめなものが採用されていますので、見やすくていいですね。で指板のこのエンド部分もですね、独特な形になっておりまして、ハイフレットの角もですね、指板自体がカットを入れられているので、ハイポジション引く上で、あまり当たりにくくて引きやすいモデルになっていますね。搭載の弦は GHS のブラックナイロン弦になるんですが、特にこのメイプル材のモデルに関しては、まあ一般的に結構メイプル材って結構硬い音だよって感じで言われる傾向がありますけれども、まあ、ピアレスのこの跳ねる感じとこう柔らかさのバランスのいい感じにプラスアルファで気持ちちょっとこう詰まった感じというか、まあいい意味でちょっとこうサスティンが伸びすぎない感じといいますか、やっぱこうメイプル材ならではのこう音のニュアンスっていうのが出てくれているかなとは思いますね。こちらマホガニーモデルの PUKC-MPT ですね。まあ、結構マホガニーは柔らかい音って結構言われますけれども、このピアレスのこのマホガニーモデルに関しては結構音量感といい、はっきりしてる感じの響きになってますね。はい、なかなかこのメイプル材もいい感じですね。でこちらがハワイアンコア材を用いたモデルですね。 PUKC-HKPT ですね。やっぱコアモデルはやっぱりプラスアルファのトレブリな感じというか、こう明るい感じが出てくれていますね。まあ、わずかな違いではありますけれども、どれも国産ピアレスのこう作りなので、まあ音のニュアンスは結構どれも近いっちゃ近いですけれども、心なしかこれは硬いっていうよりかはちょっとこもった感じっていうのが結構感じられるモデルかなと個人的には思いました。やっぱピアレスはこの GHS のこの弦の良さがすごい出てくれているブランドかなと思いますので、ナイロンのちょっとこう大人なというか、こうカンカンしすぎない感じの音のニュアンスが好きな方とか、一般的なコンサートサイズよりも気持ち小ぶりではあるので、まあ、非常に抱えやすくて、まあ、それで弾きやすい、まあ、そんなコンサートモデルになりますので、国産のクオリティをですねしっかりご堪能いただけると思いますので、こちらのメイプルモデルですね、ぜひぜひご検討いただければと思います。